クリオ湾のパノラマ風景、クリオ湾にある石化したマルタクリオ湾とはニュージーランドの南東の南端部の近くに存在する湾である。クリオ湾はカトリンズにおける名所となっている。クリオ湾には約1億8000万年前の森が化石化して残っていることでよく知られる。ここではジュラキに生育していた植物の化石、つまりジーランディアが ゴンドアナ大陸から分裂する前の植物の化石を見ることができる。現在、化石として残っているのは古代の信葉樹である。これは現存する植物の香りやノーフォーク松と密接な関係がある化石とされる。この化石は、かつて起こった火山性のデ流に飲み込まれて地中に埋まり、その後徐々に計算しように置き換わったものである。 これが海によって侵食されたことで地上に露出して今に至っている。さらに、クリオ湾はわずか2000羽前後の都外しか現存しない珍しいペンギンであるキンメペンギンの繁殖地としても知られている。また、クリオ湾の沖合ではセッパリイルカや南セミクジラが観察される。ホッシルフォレスト、フィーチャーズオブ、クーリオーベイ、ポーパスベイ。ありがとうございます。